吉宗評判記暴れん坊将軍。様、うん、どうもいかん。お園。はい。爺の病は、爺の具合はその後どうなんだ。はい、やはりおればうるさい、おらねば気がかりな。まったく厄介な爺だ。いや、はい、おその、表石、態度を呼べ。加納五郎左衛門が病に倒れた。何するだ、鬼のかく乱だとか、たまには病気になるのもよかろうなどと、人も自分も大して気にしていなかったが、どうやらそんなのんきなことではなさそうである。勝手にしろ。加納五郎左衛門の者が、これしきの病に。龍馬退散。よしよし。何するんだ。やめろ、やめてくれ。止めるな、下がっておれ。龍馬退散。よし。年寄りの冷や水もいい加減にするだろ。死んじまった。それ見ろ。岩猫じゃねえだ。ああ、こりゃいけねえ。旦那さん、しっかりしてくれ。旦那さんよ。これはこれは、ご老中様で。おお、態度。娘が持病によく効く薬をもらったと、喜んでおったぞ。ああ、沼津藩江戸屋敷のお邸のお方様でございましたな。ああ、それはそれは、お役にいたしまして何よりでございます。うん、ところで態度、加納五郎座の容体はどうじゃ。はい、なんとも可愛げのない病人でございまして、患者の脈を数えるより銭勘定の達者な医者の世話にはならんなどともう言いたい放題。せっかく与えた薬もどうやら含んではおらぬ塩梅。ですが説の見たところではなかなかの難病、あるいはもはや本腹の見込みなしかとも心得まする。吉宗は直ちに五郎左衛門の兵役祈願のため、我が代参として半蔵を箱根権現に使わす一方、八方手を尽くして高貴な薬を手に入れた。だが、上様、お許しを。またお薬を。加納様、どうしてでございます。これには上様のお心がこもっておりますものを。お園、言うでない。飲むに飲めない、言うに言えないわけがあるのじゃ。李、上様。俺はそのわけ知っておるぞ。
俺は小さい時に重いはしかにかかり死にそうになったそうだな。はい。医者も親たちももうこれまでと観念したが、じいは一家の諦めず片時も俺のそばを離れず看病してくれた。その甲斐あって九死に一生を得たという。その折じいは我が命に代えてこの幼き者を救わせたまえ。その証には我は生涯病に伏すとも薬は用いずと伊勢や那智熊野の神々に起請をしてくれた。上様、どうしてそれを。このことを忘れるでないと母上から聞かされておったのだ。さればそのこと承知の上で俺は言う。じい、薬を飲んでくれ。飲んで神々から罰が下るなら今度は俺がじいの身代わりになろう。頼む、俺の目の前で飲んでくれ。加納様、上様のお言葉ですぞ。上様、お薬ありがたく頂戴いたしまする。おそろ、薬を。はい。上様、薬の効き目か、それとも吉宗の念力か。嬉しや病癒えた五郎左衛門になお後養生させようと湯の里箱根へ向かう吉宗である。三日三夜差で小田原過ぎて箱根と湯本の分かれ道、右か左か甘酒飲んで思案しなされ奥目茶屋。見れば見るほどうちのお鉄によう似とるな。ばあさん、お前年はいくつじゃ。69。おうか、それじゃあわしよりお姉様じゃな。気安く言うでねえ、この罰当たりが。え、どうして罰当たりじゃ。聞きたきゃ聞かせてやるが、俺はこの通り相手が誰であろうと丁寧なくちゃよきか。それでもいいか。ああ、構わん。そんなところもお鉄そっくりじゃな。いちいちお鉄お鉄言うな、気色の悪い。人間はな、働ける間はとことん働かんないかんのじゃ。それになんじゃ、隠居ずらして物見さんとは。それが罰当たりでのってなんじゃ。お前らもお前らじゃ。いい若いもんがじじいの後にくっついてノロノロゾロゾロ。しっかりせんかい。いや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 、この人は病み上がりでな。それでお前、お前らが甘やかすから体がなまって病気にもなるんじゃ。そうじゃろ、じいさん。そうじゃな。だいたいな、やっと60過ぎたぐらいのひよっこがひげを立てて収まり返るってことはねえんだ。ねえんじゃそのひげ、まるで使い古しのたわしでねえか。じい、やられたな。はい。いや、あれはうちのお手つい上、上には上があるものですな。ハクション！ハクションみまでうちのお手つそっくりじゃ。しかし、使い古しのたわしとは。何がおかしい。こらご無礼。お園は遅いな。お園はどこへ。ジーナの手配にやったんだが。私の。それでは上様は。いや、俺たちはまず箱根権現へ字を直してもらったお礼参りにな。ああ、それでは私も。いや、権現への道は険しいそうな。まあ、病み上がりの字には無理だ。いえ、何の。いいから言う通りにするのだな。もう何をもたもたしてね。もう早起きられちね。そない無理言わはったかて、足が痛うて歩けまへんにゃ。なとは、そこでちょっとゆっくりしていきまひょいな。アホ、うちらは家業自慢やで。おっぺがそこまで来てるっちゅうのに、ゆっくりしててどないしまんねん。あよおいでっちゅうのに、もう。
なんなあ。もうおじさん、これから先は険しい山道だ。馬に乗っておいでよ。そうやな。どうはん、はあ、もうちょっと待ってな、どうはん。はよおいでな、トロ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 の新宿くさいな。おじさん、馬はいらないかい。おいや、せっかくだが。そうだね、年寄りはぼちぼち歩いた方が体のためだよな。いや、おばあちゃんこんにちは。杖が出るの。これを持っていくんで。そんないつももらってばかりじゃ悪いよ。いいからいいから、どうじゃ、夫の塩梅は。うん、もう10日もすりゃ起きられると思うんだ。そうかい、そりゃよかったの。大事にしてやれよ。ありがとう、さよなら。さあ、青行くぞ。気をつけろよなあ。あんな子供でも一生懸命稼いどるというのに。うん、遅くなりました。ちょうどその頃、江ノ島弁天に参ったついで、足を伸ばして箱根で湯治をと、めぐみのガサツな連中が小田原あたりに差し掛かっていた。いいのかね。おかみさん、何がです？うちの人だよ。俺は仕事で江戸に戻るけど、お前たちいいから2、3日箱根あたりでのんびりしてけなんてめったにないこと言ってくれたけど。けど何です？調子が良すぎるよ。何か魂胆ありって思わないか？そういやお前、な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 んて、お前たちなんか隠し事をしてるんじゃないだろう、ね、いやいやいや、そんなめっそうな。ねえ、ね、お姉ちゃん、お兄ちゃんのことがそんなに気になるんだったら江戸へ引っ返せばいいじゃないの。ついてってあげるわよ。そう、お抹茶もね、ちっさ、今頃どこかで何を。うるさいよ。お姉ちゃん、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 五郎左衛門を湯本の宿に残し、箱根権現への道をたどる吉宗たちであったが。まあ、そんなにおっかないおばあさんでしたの。いや、怖いのなんのって、まるで足立川の鬼婆だ。いやあ、どうした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 、おめえは俺と一緒に来るんじゃ。ああ、いや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 、言ってんのするから、この山に旅人が寄りつかないんだ。真面目に働いてるおいらが迷惑するんだ。うるせえ、どけ。やだ、そのお嬢さん置いてけ。しゃらくせえ、片付けれ。大丈夫か。いや、安心しろ、もう大丈夫だ。ドア、ドア、ドア、何したら。
おわぁ、もう知らんわ、あんたみたいな育児なし。三年の恋も冷めてしまったわ。そんな殺生な。おまっちゃん、あれ新さんじゃありませんか。侍さん、乗り心地はどうだい？なかなかいい。気に入ったぞ。そうかい。それならいいけど、森行って乗ってもらって、乗り心地が悪かったら悪いからね。あ、お姉ちゃん、もうちょっと離れて歩かなきゃ危ないよ。大丈夫やって、うるさいな、この子は。いけずやな、もう、ほんまに。あの、徳田様？なんだ？その方、一緒に乗せておあげになったらいかがです？何？いやあんた話せるやないの、すっきゃわねえ、せっかく来ない言うてくれたんやから、そうしまいよ、ねえ、ねえ、一緒に。ちょっと待て、ねえ、これおそのつまらんこと言うではない。いやまた怒らはった顔が男らしいわ。頼むからな、そなた、あの男と一緒に来てくれな。アホらしい、あんなほっといたよしね。侍さん、見男はつらいね。こいつは何言ってんだ。そんなことより、さっきの歌をもう一度聞かせてくれ。ああ、いいよ。傘を忘れた竹やぶの道をまっすぐ行けばいいだ。ああ、そうか。かたじけない。ご苦労だった。さあ、これを。ダメだよ、こんな大きいの。お釣りがないよ。いいから取っておけ。歌を歌ってもらった礼も入っておるんだ。なんだって？お侍さん、おいら芸者じゃないぜ。ん？こう見えたって武士の子だ。歌を歌ってわしをもらうもんか。いや、これはすまん。そんなつもりで言ったのではないんだが。いいから決まりだけの銭をくれよ。それ以上一文だってもらっちゃお父に叱られるんだ。テテゴに叱られる？ああ、落ちぶれたからって心まで卑しくなるなってんだ。乱れに人様の施しを受けるなって。そうか、それは心ないことした。いや、すまなかった。ではこれでいいか。あ、ありがとう。気をつけていきなよ。お前もな。さあ、青行くぞ。はい、はい。会ってみたい。お、子供にあれだけの少年を植え付けるとは、よほどの人物であろう。あの少年のテテゴでございますか。うん。お会いになりますか、青。おい、おそろ。はい。旅はいい。いろいろな人間に巡り合える。面白いの。そうですわね。おい、おその、どこを見ておる。ご覧ください。また面白いのが参ったようですわ。待って、ちょっと待ってな。トーハー、トーハー、俺は逃げるぞ。待ってな。ちょっと待っててくれよ。ただいま。おかえり。ご苦労だった。お客さんを連れてきたんだけど。誰だ。
馬に乗ってくれたお侍さんだけど、お父にぜひ会いたいって言うんだ。行けなかったかい？連れてきたんなら会わんわけにはいくまい。あ、いいよ、おいらがするから。小三郎、その傷は？あ、これは。どうしたんだ？うん、ゴン太や大八らが民の人をいじめてたもんで。奴らと争ったのか？うん。たわけ！決して人と争うでない。日頃の教えを何と聞いておる。だってあんまりなんだ。黙って見てられなかったんだよ。物の道理を説いて分かる連中ならいざ知らず、山犬とあだなされる輩とことを構えるなどとはまさに偏頗の言うだ。愚か者め。ごめん。この人たちか？うん。貧乏旗本の三男坊にて徳田新之助、卒業ながら御意を得たいのです。小三郎が父、郡弥左衛門でござる。お上がりください。お寄らんといてついてるにも。あいって。ヒップの言うなりと諌められるのももっともですが、現に目の前で行われつつある無法を見過ごせなかったというのはあっぱれな心ばいだと思うんですが、いかがなもんでしょうの。ええ、大人でも我々町人には到底できることではございません。お主たちは町人ではあるまい。お徳田殿も旗本の三男坊とが申されたが、それもおそらく浪人ながら私も武士の端くれ、人を見る目は持っておるつもりだが。それはいずれ、今はともあれどうでしょう。我々に免じて小三郎殿を許してやっていただきたいのですが。この通りです。さあ、坊も謝るんだ。おと、おいらが悪かったんだ。これから気をつけるからごめんなさい。青を見てやらんでもいいのか。うん、みんなゆっくりしていてよ。途端に元気になって。いや、おせっかいのしがいはありました。礼を言います。こちらこそ縁もゆかりもないあなた方に重ね重ねのご迷惑をおかけして、かたじけのうござった。あんな眼前ないものにちと厳しすぎるだろうと思いだろうが、私とて普通の子なら。何と言われる？いや、何でもない。何でもござらん。これ何をしておる？いやいやいや、別にね。ああ、怪しいもんや。お前やね。なごめん。卒じながら物を尋ねたいが。矢左衛門。これはご家老。いや、探したぞ。お客人かな？いや、我々はもう。あ、いやいやいや、先客を追い立てては愛すまん。どうぞいてくだされ。失礼するぞ。かく申すは沼津藩次席家老桂木丹波でござる。よろしく。これは恐れ入る。徳田新之助、小旗本の三男。お見知りおきを。矢左衛門、三枚橋の
茶店のばあさんからいろいろ聞いたぞ。苦労したらしいの。面目次第もございません。いや、それもわしらの罪だが、そちもちと頑固すぎたぞ。何も浪人することはなかったのだ。はあ、して、ご家老直々、一体何の御用でございましょう。お父、青の様子がちょっと。いらっしゃい。野菜もこれが。そうか、なるほど、千代松様に瓜二つじゃ。ご家老、ではやはり小三郎の。郡殿、我々は邪魔のようだから。いや、よろしければそのままで。さっき私が何を言いかけたか分かっていただけると思う。さあ、こっち。ご家老、御用の趣受けたまわりましょう。実は突然ながら小三郎様をお城にお迎えしたいと思うての。やはりそうでしたか。風の便りに聞いておるかもしらんが、千代松様の恩を患い、いよいよ重くなられての。とてものことにご本腹はおぼつかないありさま。そこで千代松様に万一のことがあれば、小三郎様はたった一人のお世継ぎとして、いや、もっとはっきり申せば、このお方は小三郎様ではなく千代松様になっていただくのだ。それはお世継ぎは千代松様ただ一人と届けてあるための苦肉の策じゃ。矢左衛門、そちにすれば何を今更と心外でもあろう、そこを曲げて頼む。お家のためじゃ、了見してもらいたい。お父、私は。お父、どうしたんだい。ご家老、どうぞあなたから。あなた様のまことの父上は我らが主君、沼津五万石の藩主水野忠春様におわします。ただいま御病中の生死千代松様とあなた様とは同時にお生まれ遊ばした、つまり双子。武家の習いとしてそのお一人は亡き者といたさねばならず、それを無法となじったこれなる郡弥左衛門は、あるよひそかにあなた様を抱いて蓄電したのでございます。おいし。お父、おいらのお父はお父一人だ。小三郎様、私はあなたの父ではありません。お父、何を言うんだ。そんなことは知らねえぞ。お父、お父、我が子の命よりお城の方が大事なのか。そんな、そんな親なんてあるもんか。それに引き換え、お父は今日までこのおいらを、おいらを。おいら、おくめ茶屋のおばあちゃんに聞いて知ってるんだ。お父がどんなにしておいらを育ててくれたか。おいらを抱いて
あちこち土をもらいに歩いてくれたこと、おいらがはしかで死にかけたとき、雪の降る夜に滝に打たれてお祈りをしてくれたこと、お父は命がけでおいらを育ててくれたんだ。おいら、お父の子だ。おいら、いつまでもお父のそばにいるんだ。お父ご家老。お父。やだやだ。つらいだろう。小三郎様。やだ。やだ。やだ。お父。お父。そうだ小三郎。お父のその手を。一生離してはならんぞ。何を言う。桂木殿、その親子の姿を見られい。貴殿も人の子ならば、まさかその二人を引き離すことはできまい。何。郡殿が十年の丹精なくば今日、その子の命はなかったのかもしれん。貴殿、もし小三郎殿が死んでおられたら、何とするおつもりだったんです。一般の家老職を務められるほどのそなたにいらざる差し出口ですが、桂木さん、お互い武士とは厳しく辛いものです。だがいかに厳しく辛くとも、温かい人間の真心だけは失いたくない。そうはお思いになりませんか。矢左衛門、小三郎様お世継ぎの件は一応白紙に戻すとして、小三郎様に一度明探石に迫っておられる兄君に千代松様を見舞ってあげていただきたい。くしきお生まれのご兄弟に一期の別れをおさせ申したいと思っておるんだが、その義はどうであろうの。私に否はございませんが、小三郎様、あなた様、それもお嫌でございますか。お父が行けと言うなら、いや、お父も一緒に行ってくれるなら。いや、それは。矢左衛門、構わん。わしが吉名に取り計らうゆえ、一緒に来るがよい。では、では明日迎えの籠をよこすほどに。よいな。心得ました。あ、悪いものが。お恥ずかしいながら雨具の用意もございませんが。よいよい、箱根の腰ぐれに濡れてまいるも一興じゃ。では明日。はさらばじゃ。自責画廊が一人の友もつけず、よほど気さくな御仁と見えますな。容易ならぬ要件ゆえ一人密かに来られたのでござろう。それにしても見も知らぬ私たちの前で藩や身分を明かされ、その容易ならぬ要件をぶちまけられたとは。郡殿、沼津藩主水野忠春殿の子はまこと千代松と小三郎お二人きりですか。いや、今一人高丸様と仰せあるお子がおられるのだが、これは側室お帝の方のお腹でござれば。何、お帝の方。お帝といえば確か沼津藩江戸屋敷におる老中稲葉佐渡の娘。
徳田殿はどうしてそれを。貴殿はやはり。かくなる上は我が身を明かし、そちにもいろいろ聞きたいことがある。来てくれ。千代松はやがて病死、小三郎は明日沼津へ赴く途中、賊徒に襲われて矢左衛門ともども不慮の最後。それにて何の後腐れもなく、高丸様が沼津五万石のお世継ぎとして。これはどうでも、明日の首尾を見届けねばならんの。はい、ぜひご質問。父さんと一緒に、いや、大阪へ帰ったら今度はもう旦さんかって二人の仲良くしてくれはりましたやろ。アホらしい。うちが大阪へ戻るっちゅう気になったわ。あの小三郎っちゅうボンのことから。そうや、うちにもお父ちゃんがいたはったんやなって気がついたさかや。あんたのことなんか問題あらへん。うるぼれてきよし。何やつだ丹波、これは。何をしておる。早々にカゴの小アッパ。丹波、この小アッパ少々大きいぞ。おのれは徳田新之助。違う、上様じゃ。なんと、桂木丹波、おのれ、人の心のまことを失うな、悔い改めよと謎かけた世の言葉を何と聞いた。千代松亡き後、高丸を世継ぎに立てようにも、小三郎が生きておってはことならずと、巧みに巧みし小三郎殺しのおのれの陰謀、見破れぬ吉宗と思いよったか。ご老中、何となさる。今は佐渡、仮にも幕閣に重きをなしながら、愚かや小ゆえの闇に迷い、乾物に踊らされおったる所存者、恥を知れ。もはやこれまで。丹波構わん。切れ切れ。くせえ。
成敗だ。上様、野左衛門、小三郎、もはや何事も案ずることはない。その他の二人は生き血をかけて離れることなき父と子だぞ。あ、思えば父と子との間に血のつながりはなかった。だが親を捨てる子はおろか、実の子を捨て去る親さえままある今の世に、めぐる縁に結ばれて父と呼ばれ子よと呼ぶ。絆は固く血に勝る。よいか、末永く幸せにな、上様。我もまた加納五郎左衛門を父とも思う吉宗には、郡親子の身の上が人事ならず思われた。さらば矢左衛門小三郎を先くあれ健やかにと、親子の無事を祈りつつ、今五郎座を伴って江戸へ帰りゆく吉宗である。じい、箱根の湯はどうであった？いや、おかげさんでいい湯だな。こりゃこりゃという塩梅で。いや、上様、じいもまだまだ捨てたもんではござりませれど、お湯の中にも花が咲く。いや、モテましたな。そうかそうか。お、じい、ちと泣いておるが、また花一輪だ。ああ、どれどれ。また楽しよって、これ置いてあるかんかい、このバチ当たりが。ああ、これはいかん。ほれ、急げ急げ。ああ、こりゃ、わし待て。心晴れ晴れ、富士の山晴れて、帰りなんいざ、江戸へは25里足らず。この俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて、決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。次回は。これはなかなかの方策だ。さようでございましょうか。どうか今一度ご検討。なるほど、よく見ると八部作かの。実は本物の鳥居と間違われまして。お話しください。すべて承知で参ったくせに。さあ参れ。それは相手が悪かったな。村人たちは私を生贄に年貢を負けてもらうつもりだったようです。待って、どこ行くの。いけないわ、村を捨てるなんて。村にいたら年貢を納められねえでお手紙を食うか、一家心中するしかねえ。もう一度この村で暮らしていけるよう戦うのよ。何やつだ。そうだ。次回、口説いた相手が悪かった。どうぞご期待ください。